演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちらコロンパンさんの東京リンゴというお菓子を食べてみたいと思います。東京なんとかって結構いろんな種類ありますけど、これもそういうお土産を意識して作られたお菓子なのかな。中はこんな感じですね。おっと、ここに小さな紙、商品説明書いていますね。こちらです。これによると、一口サイズのリンゴフィナンシェ東京リンゴ、国産リンゴとバターをいいか略、こんなの全部飲んでたら時間かかっちゃう。じゃあ最初はさっさと食べろよって話ですけどね。では中身とご対面。おや、フィナンシェにしては珍しい四角型ですね。でも表面のべったりとした感じ、なんか言い方悪いですけど、はフィナンシェの、あ、よく見られるパターンですね。断面はこんな感じです。お、リンゴの香りしてきました。ではいただきます。一個一個から感じるリンゴの甘酸っぱさがすごい。フィナンシェ一個一個を噛むたびに、口の中にバターの芳香な香りとリンゴの甘酸っぱさが同時にふわっと広がっています。生地はどれもしっとりしていて、香りとの相性もよく、とっても美味しかったです。これはお土産にしても喜ばれそうなお菓子ですね。というわけでこちらも提出させていただきました。東京の新たな名物となるか。そんな感じですね。また東京行ってみたいな。猫の恋、木に寄りかかるや気まぐれの、猫は気まぐれですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。